おはようございます目覚まし朝礼右世の中科の時間です幸せになるブックガイドの2回目として今日ご紹介するのはこのリッスンですこの本を一言で言い表すと人生を豊かにする聞き方の事例集です 著者のケイト・マーフィーさんはアメリカを拠点に活動するジャーナリストでニューヨーク・タイムズを中心にアメリカ、イギリスの有力誌で活躍しています。ケイトさんは SNS などの発達によって聞く力が失われつつあることを憂い、この本を書きました。マーフィーさんはこの本を書くにあたって聞くことに関する学術研究の調査や集中して聞くことを仕事にしている カウンセラー、美容師、バーテンダー、FBI のスパイや人質解放の交渉人のほか、芸能人、政治家、経営者など、さまざまな成功者にインタビューしました。ちなみに、このリッスンを勧約した篠田真紀子さんは、エール株式会社というベンチャー企業の役員で、エールでは社外人材がクライアント企業の従業員に対して、 ワワンオンワンオと言われる一対一の対対の話を行うサービスを提供しています企業内のワンオンワンは縦の関係にある上司と部下との対話なのでなかなか本音が言いづらいですがエールは利害関係のない社外の第三者が聞き役なので心理的安全な本音が語りやすい場を提供します数校長の言う斜めの関係や 横の関係ですね私もエールの活動に共感し聞き役の社外人材として1年半ほど活動しています。それでは本書の中身を説明します。まずは聞くここととは話すすよりも大事です世の中にはプレゼンテーションの研修や話し方教室はたくさんありますが聞き方の研修はあまり見かけません。 そもそも聞くということには誤解があって話す人の方が聞く人よりも優位話を聞くことは相手の意見に同意することと思っている人が多いですでも聞くということは決して受け身の行動ではなくとても知的な活動なのです会話はキャッチボールに例えられますが球を受ける側の聞く人が上手くないとキャッチボールも会話も続きません 次に聞くコツです聞くには、門構えの聞くと耳辺の聞くの2種類があります。門構えの聞くは、相手の話を評価・判断しながら聞く、ウィズ・ジャッジメントの聞き方です。問題解決や原因究明、事実確認など、相手が発した言葉に反応する聞き方で、 自分目線での共感相手と対峙して相手の言葉を自分のフィルターを通して解釈する聞き方です。会話の例をやってみます。先週、箱根に行ったんですよ。へえ、私も去年行きました。お土産に買った薄皮塩まんじゅうが美味しかったんですよ。話題を 自分の興味関心にすり替えてしまったので、これでは相手は話したいことが話せません。一方、耳辺の聞くは、相手の話を評価判断せずに聞く、ウィザードジャッジメントの聞き方です。相手の関心事、価値観、思考など、相手の内面に関心を持つ聞き方で、相手目線での共感、 相手の隣に座って相手と同じ景色を眺めるように聞きますそれでは会話の例をやっています先週箱根に行ったんですよへえー、箱根で何をされたんですか相手の関心ごとに関心を持ち相手の話したいことを引き出す聞き方です 文構えの聞くの方が適切な場合もありますが、日常の会話では耳辺の聞くがおろそかになりがちです。会話の際に話題を自分が興味関心のあることにすり替えてしまったり、話をずらす対応になっていませんか相手の興味関心に関心を持つことでコミュニケーションの質が改善され人間関係が良くなります。 たとえ相手の話が受け入れられないものであっても、相手がなぜそう考えるのかを理解し、それについて対話によって言語化することで、相手が自分自身の思考や感情を理解し、問題があっても自分で解決策を見つけることにもつながります。それでは本日のお題です。誰かに話をちゃんと聞いてもらった、または聞いてもらえなかった経験を お聞かせください。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。君なら、できる